皆さんこんにちは、ペソでございます。ティーズスカイラインですね、続きやっていきたいと思います。ちょっとね、公園の区画が少ないんでね、まあ、ちょっとドンと立てちゃおうか。この辺とかで立ち退き覚悟でね、この辺もないでしょう。でちょっと真っ赤になってるところにね、真っ赤かというか茶色になってるところらへんね、中心にこれ何だ、ああここか。公園でもいいけどね、また入るね。あ、しまった。もう一応こっちや。この現象がね、歯止めかからなくてね、ちょっと困ってるんですけどね、無限に広げすぎたか。ちょっとお金が減りすぎてね、空港建てるのを躊躇してるんですけどね、今。減ってってるからな。困ったもんだ。
は見えなくなった。8なのか、119度。ああ、こうやね。果たしてここを使ってくれる車があるのかどうか。
入ってくる車をもうちょっとね誘致せにはいかんのやけど、金はちょっとずつマシになってきたか。どこだ？どこのことを言っている？いや、いけてるはずよ。まあランプでいいか。まあ入るだけのね道で。需要がなければね、何も作れないからね。あ、入ってきた。
でね、バスは、結構整備しました。まだ、ね、この辺全然回ってない区画とかもあるんですけど、まあまあこんなもんかな。で、ちょっとね、もう名前をいろいろつけたんですけど、色は紫っぽい。この辺のね、住人に対しての講演ができてない。まあまあこんなもんかな。赤字よね。
いや、お金増えんな、やばいな、これ。渋滞を解消させてるはずやねんけどね。うん、ではね、ちょっとちょくら今回はこれぐらいにさせてもらいましょうか。あんまり大きいことはしてないんですけどね。もう本当はこことかね、つなげて、こことここをつなぐね、なんか道路を作ってとかいろいろ考えてたんですけどね。では、いつものように夜景を眺めながらの、夕景を眺めながらのね、お別れにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。